さん、今日もクールチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。記念動画は、もう少しお待ちいただけたらありがたいです。それでは、今日も遊んでいきましょう。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー実況を早速遊んでいきましょう。今回最初は注目の難しいから、超激ムズ、でも簡単、クッパ軍団のタワーオブヘブン。メスターグリーンさん、ベストクリアタイム4秒、クリア率 3%。一瞬で終わる割にもクリア率低いですね。超激ムズなのか、でも簡単なのか、どっちなんだい。まず左に避ける。左で避けるで正解だった。うおーい、孔明さんあるとか思わなかったわ。舌を早めに取って、大丈夫、これでもうクリアなんじゃないの。いくよ、孔明さんもうないね。あ、しまった、このカメキ軍団に出てきた。ゴールやったー、マリオタイム。ふう、これ4秒でクリアできた人すごいね。一瞬でカメック当たり引かないと無理だよね。超激ムズ、でも簡単、クッパ軍団のタワーオブヘブン。ありがとうございます。それでは次のコース進んでいきましょう。スピラン中の君たちならば朝飯前だよね。レベル120秒。今もう夕飯後なんだけど関係ないよね。さっさとクリアしてあげましょう。当然余裕ですよ、スピラン中ですからね。でも割と仕掛けはしっかりしてませんか。こういうところ隠しブロックがないのがレベル1だからなのかな。カロンを踏んでいいね。このオッケー、これでもゴールでしょう。朝飯前ですね。朝ごはん何がいいかな。納豆大好き関東人。お次は壁キックコース、恐怖の壁キック NO ユーさんのコース。クリア率 6% ですね。早速遊んでいきましょう。サムネがすごいことになっていたけど難易度はそこまで低くない。なるほど、くそー。でもうわ、Pスイッチを押さない。え、もっと早くいくのこれ。あー惜しい、最初のタイミングが肝心だこれ。オッケー、いったー。一発ネタ系のコースだけど、その割に難易度は結構高かったですね。ていうか最初の一発でクリアできる人はほとんどいないでしょう。恐怖の壁キック NO ユウさん、ありがとうございました。次行きましょう。なんかこのコースも気になるのでやってみましょうか。バームクーヘンさんへの挑戦状4、チョコさん宛てのコースなのかな。ツンデレレベル、どういうことだ。ジョンさんのコース遊ばせていただきます。バームクーヘンさんへの挑戦状4、まずはどうすればいい。耐えてるだけ。ここ普通に登っていっちゃうよ。いいよね。はい、お邪魔します。びっくらこいたけど、大丈夫だよね。怖い怖い怖い。え、なんだこれは。タイムアタック白系コース？いや、そういうわけではなさそうだけど、すげえ面白いのは間違いない。ここでキノコ取って、パウは？パウであいつを倒したら、ツタもそっから出てくんのね。メットかぶってるから上のドッスンさんも怖くない。なんて優しい作りなんだ。この辺のツタを伝っていけば赤コインも余裕で回収。いいね、これ三段ジャンプとかではないのか。プロペラ取ったら旅館に入れた。あ、ここで中間が補充できるんだ。で B スイッチを踏まれて戻ったら特に変わりはないか。特に変わりはないけど、下のボンヘイさんが怖いよ。ボンヘイさん大丈夫。おーし、大丈夫。あのツタに捕まっていくのかな。プロペラでも最悪いけることはいけそうだけども、このメットでファイヤーを倒して、よし、いいんじゃないの。そのまま進んでいくる。メットで壊すのかと思ったけど、トゲがちゃんと壊してくれましたね。あ、入れない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 、入れたー。メットを投げて肥満ブロスを倒したら、倒したって本当にいいものだったのかな。怖い怖い。よいしょ、次ここの上に乗る。いや面白いコースですねこのコース。うわ、
踏めないんかーい。あいつ踏めるんかと思ったけど踏めないんか。なんでだ。位置的には踏めそうな風に見えるんだけど、しょうがない。七光を倒すのはとりあえず諦めよう。おー怖い。予備のメットを1個確保して、下からの七光の攻撃に注意しておけば大丈夫かな。あれー、ピンクコインが2枚足りないっすよ。マジっすか。全部取ったつもりだったけどな。どっかで取り逃してた。ここで肥満ブロスじゃないか。違う、今の七光の鍵でここに入るっていうことはまだ他にどっかに鍵を使う場所がある。残り1枚、6枚目のピンクコインはいずこに。バネを持って、いや、いいか。あ、ここの下見えますか、ピンクコインがあるの。多分ここに入って右側にダッシュ。 OK、 これで赤扉に入れる。そうすると何が待っているんだ。リッチアップじゃなかった。いいね、ファイヤー。メットもあるし、こっち1アップでしょ。コインかい。1アップないんかい。これは完全に騙された、畜生め。いやー、面白いコースでございました。さすがですね、バームクーヘンさんに送るコースだけあって、めちゃくちゃ面白い楽しいコースでした。ジョンさん、ありがとうございます。さて、今日は最後にこのコースを遊んで終わりにしましょう。ミニゲームボックス、ミンコネリさん。5000ってなんだろう。あ、5つのミニゲームがありますよってことですね。ベストクリアタイムは1分3秒、クリア率 9.85%、約 10%。楽しく遊ばせていただけそうです。お邪魔します。今の1個目じゃないよね。ここは？P スイッチを両方踏んでもらえばいいのかな。そうすることで、P スイッチが踏まれなくなって、違うか、ここでずっと避けてればいいのか。全部踏んでもらうのかと思ったけど、それは違ったようだ。 OK、 1つ目突破。次よく見て、これ違うのかい。どうすればよかったんだ。で、ここはどうすればよかった。クリボーを踏ん、違うか、ファイヤーで全部倒すのか。ファイヤーマリオになってるのすっかり忘れてた。ヒップドロップで床をぶっ壊していくのか。ちょこれ想像以上に早く連射しないとダメっぽい。しかも結構疲れるぞー。 PC チクの遅いぞ。やべえ、もう指が疲れてきた。早く来てくれ。もうちょっと早く。おー、助かったー。今のところもう突破できる自信がないから、これで終わりにしてほしい。次はこっちじゃないね。その土管の中に入っていけばいいのかな。ということは、ここまで大きなマリオのまんま来ないとダメだったと、そういうことだね。お邪魔します。うわぁ、ファイヤーマリオのまま来なきゃダメだったのか。それは厳しいな。これはデカマリオで上行こうとしたら詰むね。しょうがない、ダメージ食らっていきましょう。これは避ける系のコース。よし、これ意外と得意だったりする。 OK、 危なかった。実は心の中ではすごいドキドキしてた。避けるよ。この系のコースも自分でも作ったことあるんで割と大丈夫い。そのチピースイッチがどっかで踏まれて左下の土管に入れるようになるんだよね。何周回ればいいんだと思ったけど降ってきたが、ここでうまく踏んで、お邪魔します。これ4つ目だっけ。もう1個か。次ラスト、セーブポイント欲しかったな。潰されないようにいけばいいんだよね。これ壁キックで行った方がいいんじゃないの。ほれ、次も壁キックで行くか、念のためね。いや、そんな必要はなさそうだった。
真ん中の3つのところは壁切りでいった方が良さそう。Thank you! Good job! でいいのかな、これな。多分、違うな。CC、GG。どっちだろう ?CC。CC ってなんだろう、コングラチュレーションズ違うよな。まあ、いいか。5000ミニゲームボックス、ミンコネリさんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録がまだの方、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。